ありがとうございました。2曲目は狩りから稲作へという曲をお送りしました。はい、あ、すみません、すみません。ですね、今回のこの相鉄ロックオンミュージック、お分かりだと思いますが12月23、24ということで、クリスマスシーズンの開催、ということなので、何かね、こうクリスマスにちなんだ曲を、何か入れていただけないかということで、それでセットリストを考えるときにこの歌を思いつきました。で今日はですね、ちょっとこうこの相鉄ロックオンミュージックのつながりで、もう先ほどリハーサルの時で、もうお目にかかると思うんですけど、ですね、アーティストをお迎えして、今回一緒にやりたいと思っております。いますかね、こっちからかな、分かんなくなった、あ、こっちですね、うん、クロマティックハーモニカの、プロの方です。山下礼さん、よっ。そして共に活動することもあるということで、ピアノです。浅香智子さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。急遽ですね、このメンバーで、ご縁があってやらせていただくということになりましたので、バックナンバーから、ヒロインという曲を、披露したいと思います。よろしくお願いします。君の毎日に僕は似合う。
でした。クロマティックハーモニカアーティスト山下レイさん、ありがとうございました。そしてピアノ浅香智子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやーもう素晴らしいですね。もう本当に一緒にやらせていただくことだけで本当にもう感無量なんですが、ぜひですね山下、レイさんのハーモニカの木原さん、そらじろうの天気予報の裏で流れているハーモニカの曲を演奏している方ですので、ぜひですね、CD 等も購入していただければと思いますのでよろしくお願いします。